無機質で、幾何学的なデザイン、東京大学生産技術研究所は、東京大学の淵研究所で、生産に関する技術的諸問題の科学的総合研究ならびに、研究成果の実用化試験を目的として、設立された研究所である。略称は、東大政権、イース。工学のほぼ全ての分野をカバーしており、大学の淵研究所としては、日本最大級である。 太平洋戦争中の1942年、千葉県千葉市弥生町の敷地14.7万坪に、東京帝国大学第二工学部が、戦時体制下の戦力増強のために設立。第二工学部は1949年に、学生募集を停止。同年、第二工学部の後ろ身として、第二工学部内に生産技術研究所は、設立された。 一部の大規模実験施設は、千葉実験所として残り、西千葉の政権跡地は、千葉大学西千葉キャンパスとなった。1952年、東京大学の淵研究所となる。1962年に、東京都港区六本木七丁目の旧陸軍不評、第三連帯兵舎へ移転した。1964年、東京大学宇宙航空研究所創設のため、ロケットグループは、 宇宙航空研究所に移転した。2001年に六本木キャンパスから駒場2キャンパスへ移転した。現在は駒場2キャンパスには研究所の研究部、事務部、付属研究施設であるセンター及び共通研究施設の試作工場、電子計算機室等を置いている。2017年4月に千葉実験所は西千葉地区から柏キャンパス内に移転した。 同時に東京メトロから A 段で HK 電車を譲渡され、実験線を走行している。現在は5研究部門、1客員部門、3寄付研究部門、7社会連携研究部門、9研究センター、2連携研究センター、2国際連携研究センター、千葉実験所などを持つ研究所である。大学院生、約750名、教員、約250名、 研究員、技術職員約1000名が在籍し、大学に付置された研究所としては日本最大級であり、世界でも屈指の規模を誇る。途中で分離した航空宇宙部門を除く広い分野を研究領域とする。生産技術研究所は東京大学大学院の以下の研究科、専攻の教育も担当している。ありがとうございます。